エレクトロニックアーツはアメリカ合衆国カリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置くコンピュータゲーム販売企業1982年にアップルコンピュータ創立機メンバーで経営を仕切っていたトリップホーキンスが投資会社セコイアキャピタルの創業者ドンバレンタインとベンチャーへの投資について会議をしている最中にアップルを退職して ゲーム関連会社の設立を推奨され、セコイアの支援と、アップルからついてきた社員によって1982年5月27日、アマジンソフトウェアが設立された。しかし、アマジンソフトウェアの名前を嫌がった社員たちの意見で、解明提案が行われ、社員たちの間で好まれた名称からソフトルトなどがあったが、映画会社ユナイテッドアーティストへの敬意とともに、 エレクトロニックアーツという名が全開一致で決まり、1982年11月にエレクトロニカアーツへ改名することとなった。創立初期数年間は PC ゲーム専門のパブリッシャーだったが、1980年代後半になると自社でゲーム開発を始め、1990年代初期にはコンソールゲームも手掛ける。1990年代前半はセガと 後半からはソニーコンピュータエンタテインメントと北米市場で協力する。1990年代に映画制作などで使われるスタジオ方式を真似たゲームソフト開発方式を導入して優れたゲーム開発者を獲得することによって成功。また1997年にはマクシスを買収し、2000年代前半には世界最大のゲームソフト販売会社になり、 2005年3月31日の会計では31.29億ドルの売上高となる。EA スポーツレーベルで販売されるスポーツゲーム、ハリウッド映画などの半券ゲーム、そして Need for Speed、メダルオブオナー、ザ・シムズ The Sims のような長年続く人気のあるシリーズものに圧倒的なシェアを持っている。2008年にカーカルチャーサイトスピードハンターズを開設している。 日本最新室の際に日本ビクター市会社のビクター音楽産業と資本提携し1990年にエレクトロニックアーツビクター株式会社を設立オフィスを神宮前に構えるなおビクター音さんは分社化したビクターインタラクティブソフトウェアを通じて自前でゲーム事業を行っていたへ売却当初はベイエーが供給していた洋芸の 3D 大ソフトの日本語版制作と発売を中心に言っていたが、1995年にプレイステーションやセガサターンのソフトに進出し、新テーマパークやテーマアクアリウムなど、日本史上独自のソフトの企画、発売も手掛けるようになる。1998年に提携先をスクウェアに変え、合弁でエレクトロニックアーツスクウェアを設立した。この時、 本社を目黒に移転した。その提携のため、当時のスクウェアとは絶縁状態であった、ニンテンドーのハードにもソフトを供給されており、ほぼ全タイトルが、スクエアの子会社であった、デジキューブの流通により、コンビニエンスストアでの販売を行っていた。また、2000年に発売された、プレイステーションに応ソフト、ズファイアー、クロスファイアーは、エレクトロニックアーツスクエアが、 初めて開発したゲームであった。また、逆に、PC ゲーム事業を持っていなかったスクウェアが IP を保有するタイトルの PC 版の販売元となっていたり、デジキューブブランドの PC ソフトの委託販売も行っていたりしていた。スクウェアが北米に再進出する際も、米国市会社、スクウェアエレクトロニック ARTSLLC を合弁で設立した。提携先が、 スクエアに変更後は、ベイエも長年蜜月関係の深かったセガのハードから実質上撤退し、ドリームキャストにも参入することはなかった。これにより、セガサターンやドリームキャストのスポーツゲームジャンルに大きな穴が開くことを懸念して作られたのがセガのセガスポーツブランドである。2003年3月にスクエアとの合弁を解消し、 米エレクトロニックアーツが全株式を取得。日本法人はエレクトロニックアーツ株式会社となる。2004年、六本家の泉ガーデンタワーへ移転。2006年5月、西新宿4丁目へ移転。日本国内での事業は、海外ゲームのローカライズやギッド開発タイトルの販売が主で、海外に比べればシェアはかなり小さい。 EA ビクター時代の企業ロゴマークは E を表す四角、丸、A を表す三角を並べて EA 様にデザインしたものだったが雑誌、ログインなどでこの丸を O と誤認し、オはと記載されることがあった。EA 販売でありながらマスエフェクト2やドラゴンエイジ、オリジンズのような膨大な量のローカライズ作業が必要なゲームに対しては 消極的で、日本語版では別メーカーから発売されることも多い。2011年7月にセガと提携。以後 EA のブランドを維持したまま流通に関しては、セガの持つ販路を利用する形を取る。2019年3月26日、日本オフィスの閉鎖を発表した。買収される前のマクシスの作品は、マクシスエレクトロニックアーツ吸収以前に、 発売されたゲームを参照。もともとは EA ストアでネット販売されていたが、2011年6月にオリジンでのネット販売に切り替わった。2019年10月29日にバルブとの提携を発表。今後 EA のタイトルが Steam でも配信される予定である。2016年10月28日現在、エレクトロニックアーツ社は、 自社サイトのプライバシーポリシーにおいて、当社はお客様の情報のセキュリティを保障することは、できません。また、当社の管理下におけるお客様の情報への無認可の、使用あるいはアクセスについて、いかなる責任も負いません。と明記し、情報管理の無責任と、損害賠償責任の面積を顧客に表明している。ありがとうございます。